こんにちは。コーチコンサルセラピストのための柔らかセールスサポーター松尾です。松尾かなです、今日もよろしくお願いします。と今日のテーマは、自分よりもすごいなと思う人ですね。自分よりもすごいなと思う人、そういう人とご契約できない、こういうふうにですね、思う方の落とし穴というところをお伝えしていきたいと思います。今日はなぜこういったテーマにしたのかと言いますと、コーチコンサルセラピストの方がですね、これから初めてご契約活動をしたりするときにですね、よくこういうテーマが出てきます。自分よりも経験がある人とは契約しづらいですとか、自分よりも心理学とかそういった情報をいろいろ持ってる人、学んできた人、こういった方は自分がご契約していいのかなとか、こういうふうに恐れ多いと思うような人もいらっしゃいますので、本当にそうなのかというところですね、そこはちょっと違いますよというものを理由をお伝えしていきたいと思います。私もですね、最初こういうふうなですね、気持ちでですね、ご契約っていうところをためらう、そういった副業コーチ時代がありました。でも今となってはですね、これは大きな間違いだったなということに気づかされました。私のですね、例えば私の講座の柔らかセールスコーチ養成講座の受講生さんですね、は3ヶ月、コーチになって3ヶ月以内の方がご契約取れた人がですね、コーチ経験5年間、5年コーチをやって、その人はもうクライアントさんとも契約しているような、そういった方とご契約をされてます。なので、自分よりも知識がある人とか情報を持っている人、こういった方が必ずしも契約しない、そういうわけじゃないです。で、大体ですね、例えば先ほど柔らか講座の、受講生さんがですね、なぜご契約取れたのかというとですね、コーチとしての姿勢とかですね、あり方とか確信度合いっていうところを、作っていったっていうのが大きいんですけど、これはですね、確信度合いというのは自分のコーチングで相手が変わるっていう確信度合いの高さですね。こういったものは、大体聞いたことがあったりイメージができたりするんじゃないかなと思います。今日は、こういうことを持っているとご契約をできるよっていう視点ではなくて、ちょっとですね、そういうところではなくて、相手との知識の量とか情報量が本当に相手よりも勝ってないとご契約しづらいのかっていうところ、ここを、具体的に、お伝えしていきたいと思います。だいたい知識の量、情報量とかですね、こういったものを比べたりしますよね。情報量とか、あと、経験値とか、経験とか体験の量とかですね、経験値とか、こういったものと比べて、あ、ちょっと自分のクライアントさんにはちょっと適さないかもとか、逆に尊敬、相手のことを尊敬して自分のセッションを、紹介しづらいとか、こういうふうに、情報量が多かったり、相手がですね、経験値が高かったり、こういうふうなところを比べる方が多いんじゃないかなと思います。で、これはですね、結果的に情報量とか経験値が相手の方が高いからといって、ご契約しない、これはですね、断言できないとはっきり言うことができます。で、それはですね、自分の経験からっていうのもあるんですけど、それだと少し、論理的じゃない説明になるので、精神教育っていうところの視点から、ちょっとお伝えしていきたいなと思います。コーチングとかそういった、セラピーとか、コンサルとか、目標達成とか自己実現のサポートですよね。大人の、障害学習の、支援でもあると思います。障害学習ですね。こういった障害学習っていうところをテーマに扱っていくと、精神教育っていうところの分野にも入ってくるんですけど、アメリカのですね、精神教育の、理論をですね、いろいろ語っている方に、マルコル・ノールズっていう方が、いらっしゃるんですけど、その方はですね、大人の支援、こういった大人の障害学習とかこういった支援はですね、共同探求者であることが重要と。共同探求者、私たちの支援者ですね、コーチとかコンサルセラピストですね、こういった、共同探求者
であることが重要と、述べてます。で、まあ、ただ援助するだけですよとですね、情報とか、知識の量、経験値、そういったものが重要じゃないと。なので相手よりも、知識とかそういった情報を、しっかり持っておいた方がいいっていうものは、子どもに対しての教育とか学習ですね、と私たちの大人に対する、学習、障害学習っていうものは、まあ、こういった理論家の人たちがいろいろ述べているように、共同探求者だったり、援助するだけ、まあ、こういった姿勢がとても大事と。まあ、もちろん、支援者にも努力する必要があると思うんですが、そもそも、大人に対するこういったコーチングとか目標達成実現っていうところは、実際に相手の情報量と自分の情報量、ここを比べる必要はないとところですね。それを、成人教育の、分野でも、言われています。なので、そこが子どもと大人の、そういった学習の違いがありますよとところですね。まあちょっと論理的になりましたが、まあ、ざっくり、私たちの業界で、大事にされているものちょっとお伝えしますと、まあ、こういった姿勢とかあり方、確信度合いの高さがとても重要ですと、そういった情報量とか経験値、こういったものでは、比べなくていいですよとところですね。なんとなく理解していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、最後までご清聴ありがとうございました。と私のですね、こういった内容、動画でお伝えしてない、内容を、具体的にメルマガで、いろんな情報を公開しています。下の方にですね、登録ボタンがありますので、ぜひ、メルマガ登録をしてみてはいかがでしょうか。とこちらの内容がですね、少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録を、チャンネル登録じゃない、いいねボタンをぜひ押していただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。